まず私たちの活動についてですね、簡単にご説明させていただきます。ルームトリードはですね、今から10年前にサンフランシスコが本部になるんですけれども、アメリカ人のジョン・ウッドという元マイクロソフトに勤めていた者がですね、立ち上げた団体です。で、彼がですね、ネパールに行った時にですね、自分は当時すごい勢いで中国のマーケットを開拓して Windows とかを売っていたんですけれども、ネパールの、図書室にはですね、本が一冊もない学校を案内されて、でそこでもう彼はもうこの子どもたちに、本を届けるっていう活動をしようというふうに決意をして始まったのが今から10年前です。で、ただその教育支援をするっていう団体はたくさんあると思うんですけれども、じゃあルームトリードどういう特徴があるのかっていうのを少し説明させていただきます。大きく言うと3つあるのかなと思うんですけれども、一つは、NGO なんですけれども、ビジネスのように運営をすると。例えば皆さん募金とか寄付とかこの中にはされた方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、自分が100円を寄付した時に一体その100円が何にいくら使われたのかということをですね、考えられたこととかってありますかね。やはりその寄付をする上での問題点っていうのは何に使われているのかわからないっていうふうに言われることが非常に多いんですけれども、ルームトリードの場合は、昨年の実績ですと100円を寄付していただきますと83円は実際のプログラムに使われます。で 17% は、私も含めてですけど職員の給与とかですね、事務所費とか間接費に使われて 17% は非常に低く抑えています。それからもう一つがですね、徹底的に現地に権限移譲をするということを意識しています。これはコストを抑えるという作用も実はあるんですけれども、やはり私たちの支援している先、申し遅れましたが、アジアとそれからアフリカの9カ国ですね、年末にはもう1カ国増えて10カ国になるんですけれども、10カ国教育支援をしているんですけれども、現地のスタッフは全部現地の方です。アメリカ人とか日本人とかそういう人たちは行っていません。現地で雇用をして現地の国の責任者は現地の方にお願いをしています。なので役割分担が非常にしっかりしていて、私のように先進国にいて日本にいる私のミッションというのは資金調達ですね、それからこういう活動を皆さんに伝えることで、現地にいる人たちはその資金を効果的に使っていただくことという約束をしています。それから、で現地に徹底的に任せるということでいうと、例えば日本もですね、1月に事務所立ち上げたばかりなんですけれども、私は日本全然ノンプロフィットの経験とか全くないんですが、日本人の私が、採用されました。で、あと3つ目なんですけれども、ジョンがですねルームトゥリーを立ち上げた時からですね言っていたことは、最初はみんなに何を言ってるんだって多分言われただろうなってすごく思うんですけれども、2020年までに僕は1000万人の子どもたちに教育を提供するんだと。確かに一つ学校を建てるとか一人の女の子を支援するとかそういったこともすごく大事なんだけれども、やっぱり数のインパクトがなければ、スピードを持って数のインパクトを持たなければやっても意味がないっていうふうに思ったんでしょうね。それで2020年までに1000万人の子どもたちに教育を提供するということで、今10周年経ったんですけれども、今私たちが主に取り組んでいることはですね、教育支援といいましてもですね、識字教育と、それから教育における男女格差是正、女子教育支援なんですね。でいろんなことをしたいんですけれども、やはりフォーカスをしていかないと資金は有効に活用できませんので、この2つにフォーカスして4つのプログラムを展開しています。1つは学校を建てること、図書館図書室を建てること、それから現地語書籍ですねをお届けすること。実は現地では現地語での絵本、子どもたちの絵本っていうのがなかなかカラーとかですね全くないんですね。そういうものを一からライターさんとかイラストレーターさんをワークショップとかでですねサポートさせていただいて、そういった本を出させていただいています。で4つ目は長期の女子奨学支援です。この4つを提供しているんですけれども、10年経ちまして、じゃあジョンウッド2020年までに1000万人というふうに言いましたけれども、今ですね学校が1100、図書館図書室が1万1000、それから児童書の図書ですね、これが700万冊以上、それから長期の女子奨学金1万人以上に提供していて、これを数に換算すると今年の末までには500万人の子どもたちに教育を提供することができるようになりました。でさらに今年の初め、私が職員になって本部で研修したときにジョンからですね、目標を前倒ししますと、2015年までに1000万人ということで、
今私もですね、日本支部を立ち上げたんですけれども、2つの大きなミッションがあって、特にルームトゥリズムの活動を皆さんに知っていただくということとですね、活動を継続させていただくためにはですね、本当に資金の調達っていうのが非常に重要になってきますので、資金の調達、この2つをミッションにやっております。ごめんなさい、時間の感覚がないんで、今何分ですか？まだ大丈夫です。3分ぐらい、皆さんすみません。じゃあ、本当はルームトゥリの説明をするだけでものすごい時間がかかってしまうんですけれども、実は誰にも話したことがないのですごく恥ずかしいんですが、どうしてじゃあこの活動を私がですねしようと思ったか。本当はボランティアでずっとそのいろいろ NGNP を寄付したりとかですね、ボランティアとかはしていたので、職員になるっていう発想は全くなかったんですけれども、実は私は幼い頃からですね、父親の仕事の関係でルーマニアとかロシアとか、当時まだ社会主義国、年齢がバレてしまいますけれども、社会主義国にずっといたんですね。で、高校の時はそのルーマニアにうちの両親はいたんですけれども、学校がなかったので私はロンドンの学校に行ってました。で、冬休みに両親を訪ねてクリスマスに実家に帰省してたんですけれども、1989年、皆さん何があったかご存知ですか？ベルリン崩壊です。で、ルーマニアだけ唯一内戦が起こりました。で、私たちが住んでたところもですね、突然内戦が起こりましたので、すみません、この話をすると実は震えが止まらなくなってしまうんですけれども、流れ弾が飛んできて、匍匐前進をして、大使館からですね、明日の朝、バスで、これから避難を、国外待機をするので、すぐに荷物をまとめてください。ただ荷物はあまり持てないので、もう着の身で着のまま逃げてくださいということを言われたんですね。で、朝匍匐前進をしながら大使館に行って、逃げていくときにですね、本当に今でも心臓がドキドキしてしまうんですけれども、その、バスが、アメリカ大使館の方に行く途中で、銃撃戦が起きてしまったんですね。で、アメリカ兵に守られながらアメリカ大使館に避難をしたんですけれども、私はその時高校1年生だったんですが、たくさんの人が亡くなりました。今ちょっと震えてしまうんですけれども、でそれは私にとっては多分ものすごい衝撃だったんですね。で、私たち外国人は国外に逃げることができて、でその時は車でですね、隣のブルガリアに行って、でそれから飛行機でウィーンに、私は冬休み中避難をしてました。1989年、会社が用意をしてくれたので、とても素敵な豪華なホテルに、私は上下ジャージで、もう木の実木のままで逃げてるんですけれども、日本人のお客さんもたくさんいて、バブルの時なのでもう華やかなんですね。そんなに遠く離れているわけではないはずなのに、隣の隣の国では内戦が起きている。でもここでは豪華なクリスマスディナー、オペラということが、高校1年生の私には理解ができなかったというかですね、非常にそれは衝撃的な体験として、実は残っています。生まれた国が違うだけでこんなにも違うんだなっていうことをですね、感じました。で、日本に帰ってきて大学卒業して、実は私国際機関に本当は就職したいなって思っていたんですが、その時応援訪問した高校の先輩からですね、今思うと本当にいいアドバイスをいただいたなと思うんですけれども、私カホって言うんですけど、カホね、あなたはあまり日本に住んだことがないから、日本の会社に入って日本のこと学んだ方がいいわよってアドバイスをいただいたんですね。そのまま国際機関に入って海外に行って、それであなた何ができるのっていうことを言われたんですね。で、私も非常に素直だったので、あ、そっかと思って、日本の会社に就職して、そしたら今度それが非常に、私リクルートという会社に入社したんですけれども、非常に楽しくなってしまって、仕事三昧の生活を送っていたんですけれども、本当に3年前にルームトゥーリディオに出会って、なんかこうやっぱり感じるものがあったんですね。ジョンウッドと話した時に感じるものが非常にあって、去年ご縁があって、職員になることに決めました。で、日本におけるチャレンジというのはいくつもあるんですけれども、リクルートにいてすごく良かったなって思うことは、
やっぱりできないことをたくさん並べるのはすごく簡単なんですけれども、どう制約条件がたくさんある中でどうやったらできるのかっていうことを考えるのは非常に面白いなと思っていて、30秒ですね、はい、で今ですね、私が挑戦していることっていうのは本当にボランティアの人とか企業の人の力を借りながら資金調達をするということなんですね。ルームトリのことを知っていただきながら資金調達をする、まあ、幸い非常に順調にいっているんですけれども、日本には寄付文化がないとかって言われるんですけれども、その寄付文化って、寄付っていうものを噛み砕いていくといろんな協力の仕方があるんですね。例えば私が今ある、私職員1人なんですけれども、事務所2カ所あるんですね。そこもクレディスイスさんとかテッコビルディングさんに無償でご提供いただいてます。で、私が本部に出張する時の、旅費はですね、とある航空会社からマイレージを寄付していただいてますとか、その協力のあり方っていろんな形があるので、いろんな寄付文化難しいって言われてる日本で、ぜひそんなことないんだよっていうのを、まあ、ルームトリの活動で子どもたちを支援するっていうのも一つあると思うんですけれども、本当に助けたいって、何かしたいっていうふうに思ってる方がいっぱいいらっしゃると思うので、それが何か実現できるような受け皿をもっともっと私たち NPO 側も作っていきたいなっていうふうに思っています。で、今いろいろ真面目な活動もたくさんしてるんですけれども、実は12月にまだ全然決まってないんですけれども、この中でバブル世代の人っていらっしゃいます？じゃあ12月11日かな、ぜひ開けておいてください。80年代ディスコで国際貢献というですね、ちょっと、しかもとってもおしゃれな場所で開催を予定していますので、私は個人的にとっても楽しみなんですけれども、そういうちょっとね、楽しみながらっていう要素も入れながら、そしてでもやっぱりその世界で起こっていることって非常に深刻ですよね。なのでそういったことも皆さんに理解していただきながら、今後も活動をしていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。